こちらが先月発売した HHKB スタジオになっています。で、特徴としては今までの HHK と違う点なんですけど、はい、メカニカルスイッチ、静電容量無接点からメカニカルスイッチになっています、うん、で、この側面に1、2、3、4箇所のジェスチャーパッドがついて、で、ここにマウス機能になるポインティングスティック、ここにマウスボタンがついているっていうのが主な特徴になります。で、まあ、今までの HHKB のいいところを伝統を受け継いでいて、まあ、HHKB の合理的なレイアウトだったりとか、シーントリプルステップスクラクチャー構造、あとは Bluetooth で最大4台まで接続できるとか、USB Type-C で接続できるのは今までの HHKB を受け継いでおります。で、成長を遂げた部分に関しては、ここに LED バーが採用してるんで、今までちょっと HHKB だとどこの Bluetooth につながってるか分からないとか、そういう声もあったので、ここでステータスが分かるようになってるだとか、この電池ボックスが背面に収納されてるんで、この出っ張りがないです。だってパソコンの前に置いた時もこのままピタッと置きます。なんか電源スイッチが今スライド式なんで、ついてるかついてないかが分かりやすいっていうのが主な特徴です。LED が今光ってるんですけど、これは Bluetooth 1に引っ付けますけど、 Bluetooth 接続で1につなげてますよ、表示になります。で、ジェスチャーパッドの紹介なんですけど、ここがブラウザのスクロールマウスホイールになってます。で、ここがタブの切り替え。で、ここが横矢印。で、ここが縦矢印になってます。で、あとこういう風に軽い力でポインティングスティック操作してマウスのように使うことができます。本当にキーボードが手を離さずに基本的なパソコン操作可能になっています。もうその今までの HKB からちょっとスタジオ用にちょっと進化していて、はい、まあ、一般的なキーはもう全部もちろん変えれるようになってて、であとはこういうジェスチャーパッドにも他のキー割り当てたりもできます。で、大きい進化としてはこのショートカットっていうのが追加されてて、例えばこういうコントロールZ だとかをここに割り当てたりとか、ショートカット割り当てることが可能になっています。ここは今まで通りプロファイルは4つまで登録できるので、自分の好きなアプリに合わせてプロファイル作っておいて、でプロファイル自体はキーボードで簡単に切り替えることができたりするので、そこで切り替えていただいたりとか、ファンクションのレイヤーもファンクション3個まであって、基本的なのはこのファンクション1、まあ、ファンクションしたときにこのキーがどういう配列になるか。で、ファンクション2っていうのはここはファンクション2になってて、ここをしながらだとその SPD とかがあるんですけど、これはポインティングスティックのスピード、バンドとかをここで変えることができます。あとはジェスチャーバットの感度だったりとか一応ファンクション3まで用意されてて、もしファンクション3の自分のオリジナルのを準備したいとなったら、ファンクション3をここら辺に配置とかしていただいて、自分の好きなようにカスタマイズできるというのが今回のメリットになっています。